証明したののは、京都大学数理解析研究所の望月一教授です。ABC 予想は共通の約数を持たない2つの整数 AB とその2つを足した数 C の関係についての問題で証明に成功すれば他の数学上の難問を数多く解決することができる最も重要な未解決問題と言われていました。 望月教授は2012年に証明に成功したとする論文を投稿していましたがあまりの難解さに審査に時間を要し8年経った今年2月にヨーロッパの専門誌ピー・リムズに受理されたと昨日、京都大学が発表しました今後特別号に掲載される予定ですが望月教授によるとおよそ600ページの論文を読むには専門的な知識を習得した上で 集中すれば半年から1年程度かかるのが目安ということです。